やらないか。グランパー、初見プレイでやっていきます。これは脱出ゲームです。それじゃあ早速やっていきましょうか。なんかいらっしゃいますね。スタート。これはなんだろう、おじいちゃんから逃げるゲームなんでしょうか。早速始まりました。っていうか、ここはどこだ。絵がすごく、絵っていうか写真か。おっとっと、落ちてきた。あ、ここは一体どこなんだ。 C でかがむか。窓ガラスが割れていて、こ、あ、よー、ちょ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 い、びっくりした。嘘やろ、え、誰ん、あ、おじいちゃんがいるのか。あいつから逃げるってか。あ、違うな。血っていうか、いい？はい。あ、これで隠れることができるんでしょうか。しかし、E を押しても何も起きない。バグか？まあいい。行こうか。この血は一体なんだ？この微妙な隙間が、ちょっと気になりますが。ま、いいでしょう。死んでる！おまわりさん。あはは、目隠ししてる。かわいいな。あらら。鍵が閉まってますね。おまわりさん、シルバーキーありますやん。ちょろ、ありがとう。サンキューポリス。じゃあ鍵閉めよっか。ここは何かのレーザーでしょうか。木箱オープン。何かアイテムはありますか。中が見えない。2段目、何もなし。最後の3段目、何もなしか。写真だ。あ、また落ちてきた。これはドラム缶か。今にも爆発しそうな感じがしますが。さて、これは何でしょう。 E を押しても何も起きないってことは、ん、まるでレーザー光線のような、そんな感じがしますね。ああ、なるほど。腕が、あ、足音がする。おっとっと、ちょいちょい、オッケー、セーフ、ギリセーフ、ギリセーフ。アウトか。なんだ、あの野郎。え、嘘、ディスキル、まさかのディスキル。いや、ひでえ、こいつはひでえ。ディスキルはねえわ。しかも鍵持ったまんま死んだんだ。死んだっていうか、復活？あ、鍵持ったまんまか。あらら。あー、いらっしゃいますね。おじいちゃん、意外と若い。あ、そっか。じゃあこっち行こう。ハイド。この下には、あ、こうか。こうか。あ、ちげえわ。あ、いけるわ。なるほど。足音がするな。おじいちゃんがやってくるのかな。とりあえずこの上には何もなかったっていうか、まだ何もできなかったんで、おじいちゃんがここを登ってきて上に上がっていったら、ここを出て地下へ行ってみましょうか。あ、いますね。釜？うんこ漏れる。あ、なんだあいつ、向こう行っちゃった。なんで？え？結構このバグっていうか、このゲームバグ多いから、瞬間移動とかしねえよな。おじいちゃん向こう行ったけど、上から足音がするんですが、あ、いるわ。来る。うんこ漏れる。なんで逃げんの？また向こう行っちゃった。いや、向こう行ったら、いや、俺そっち行けねえんだって。もう我慢の限界だ。行くぞ、俺は。おーらよっと。ハロー。あ、こっち行き止まりか。あ、ちょ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 、あっぶな。バレてねえ。うんこ漏れる。なんでそっち行っちゃうのだから。なんで？なんで？ねえ。お前そっち行ったら、俺そっち行けないの。わかる？わかんないよね、おバカさんには。
ね。こっちはこっち行くよ、俺も。おー、ちょっと、はい、セーフ、はい、セーフ。あ、無理か。なんだ、このゲームは。は？いっぱいうんこした。バレてないよ。バレてないよ。今回は、うまく、やり過ごせた。オーケー。サンキュー、ジジイ。そんじゃ下行こう。今のうちに探索しよう。あいつが戻ってくる前にな。あ？エレベーターか？随分と最新式だな。あ、なんか、足音が。あ、ここ繋がってるんだ。あ、まだ地下がある。行ってみようっと。これは？チェーンソー。チェーンソーがあるけど。上にいた。いやいや、チェーンソーがあったけど、鍵持ってて、入手できないんですが、これを捨てる方法はないんでしょうか？この鍵を捨てる方法、落とすのかな？わかんねえ。戻す？わかんねえな。まだチェーンソーを拾えねえのかな？あ、わからんな。ゲームを再起動してきました。アイテムが取れねえっておかしいもんな。とりあえずこっち行って、しゃがんでこうだ。あ、オッケー。いるね。こいつをここでやり過ごして、地下に行こう。あのチェーンソーで、あいつを倒すのはないよな、きっと。しかも出らんねえし、これ。なんだよ。オッケー。バグが多すぎるな。この絵は、あ、落ちちゃった。わからんが行こう。チェーンソーを拾って、拾ったわ。このチェーンソーで、何をするんだろうな。いる？ハロー、ベイビー。しゃがむ、隠れる、オッケー。嘘！はははは、机越しにそう来るか。またディスキル。何こいつ、なんで毎回2キルしてくんの？ムカつくわ、あのジジイ。たくよ。あ、チェーンソー持ってる。そっか、死んでもアイテムを失わないから。こりゃ、いいね。で、こいつはいいんだけど、あ、いや、そういうのはいいからさ。そういうのはいいから。何あ、キー。しかも拾えねえんだ。どういうことこれ。キー拾えねえってどういうことよ、これ。武器を落とす。あ、落とした。あーははははは。今、どうやって落とした？わかんねえけど。あ、Q ボタンか。オッケーオッケー。そういうことか。オープン。ああ！あの野郎、いいところに来やがった。ただ、要領はわかった。武器をね、落とす方法がわかったんで、これは結構でかい。よし、これを使って何かやるよな、きっと、この部屋で。何をするかはわからんが、これをぶった切るのか？あ、あお。なんだ、板を切るのか？あ、あ。あ？何が起きたのかわからねえけど。壊した。レーザーも消えた。そして何が起きたのか、わからねえ。わからねえが、戻ってみよう。あのレーザーを破壊したことで、ジージー。ハロー、ジージー。まずいな。ジージーが上がってくる。一旦ここに隠れようか。よし。隠れてもさ、外の様子がわかんねえっちゅうか、これはみ出してるよな、腕。チェーンソー。チェーンソーこれはみ出しちゃうって、ほら。これ、こっち向かないと。いるな。外の様子がわかんないから、いつ出ればいいか、わかんないな。こりゃ、運試しだ。行こう！ Go！ OK。あいつは、下に、行ったのかな？いるな。何してんの、じいちゃん、そこで。何してんの？うんこ漏れる。
後ろをそーっと行けないかな、バレないように。あ、バレたった、たったった、ごめんよ。なるほど。でもこのゲームは死んでも状況がリセットされないから、それはいいよね。なんだろう、あとは赤いレーザー、あー、これかな。またどっかをぶった切るとか、そういう、はあ、あ、グリンキー、なんだろう、グリンキー、確かこの下の階に赤い南京錠はあったけど、グリーンの南京錠なんてあったかしら。あ、バレちゃった。グリーンか、ちょっと探してみようか。多分なかったと思うんだけどな。あ、あったわ、赤い鍵。こいつを使って開けるんじゃないか。あ、降りてきた。いいところに、あのジジイ。こっち来んなよ、来んなよ、こっち。オッケー、そんじゃこいつを開けようか。オープン。また死体がある、なんてことだ。あ、起き、嘘、嘘だろお前、生きてんのか。こんだけ皮剥がされても生きてんのか。人間ってすげえな。ここは緑の鍵を持ってくるべきだったんだろうか。まあいいや、とりあえず開けていこう。こういうところにアイテムがあることは分かった。あ、ストーブ。こん中はねか。そんじゃあ上の階に行ってみようか。とっと、ハロー。誰かいたよな、白い洋服の。おお、誰だ、誰だ。壁じゃねえか。お前、幽霊か。まさかの幽霊なのか。そういうのはやめてくれよ。確かにここで何人死んでるか俺には予想がつかねえが、幽霊とかは勘弁だな。斧がある、アックス。これは、あ、あ、なんかある。ん、これは、いや、これじゃなくてこれ。あ、ドライバーがある。全部持っていきたいんだけど、アイテムは1個しか持てない臭いんで、どうしようか。あ、どうした、大丈夫かお前。全然怖くないんだよな。あ、なんだあれ、嘘だろ、お前の幽霊か。なあ、かわいそうにな。オルガンか、クローバー。いろんなアイテムがあるが、どれを使ったらいいんだ。これはピアノか。ピアノを弾いたらドアが開くとか、そういうオチじゃねえよな。嘘だろ、嘘だろこれ、嘘だろお前。バレた。ですよね。で、クローバーゲットしたけど、またこれ戻るよね、一番最初にね。このクローバーはもしかしてあのエレベーターで使うんじゃないか。いかか、隠れよ、隠れよ。これであのエレベーターのところに、なんだろう、打ち付けてある木の板を剥がすんじゃないのか。あ、あいつ向こう行った。いつもこっちから出ていくのに、今度は、今回は向こうに行っちゃった。状況が変わったってことか。 OK、 うんこ漏れた。あったあったあった、嘘だろ。ちょっと壁すり抜けってお前、チーターか。なんてこった、あのチーターじじい。ちくしょう。よし、今度はうまくやろうな。じゃあこっちから回っていこうか。これじゃねえか。あ、ビンゴ、オープン。あ、まだある、これか。あ、あ、あ、開いた、開いたわ。これで行こうか。
ほら、ゴー、ゴー。メンタルクリニック、あ、閉まんねんだが。ほら、地下か。なんかいらっしゃいますね。ハロー、乗せてやんねえよ、お前なんか。おう、ここはお楽しみ、あ、グリンキー、グリンキー、ここはお楽しみ部屋か。いいね。ちょっと待ってろ、グリンキーを持ってくる。また上へ行くのか。なんかやってる、カクカクすんな。一番怖いのは、あ、あった、よかった、助かった。よし、戻ろう。待たせたな。これいいね、 SM か。ペロペロしちゃうぞ。で、これか、グリーンキー。こん中にあった、グリーンゴールドキー。こいつがあれば、確か玄関の南京錠の色が金だったよな。ありがとうよ、あとでいっぱい。あとでってもう会うこともねえか。よし。で、これさ、ポンコツだよな。なんだよこれ。早く行けよ、ほら。すんげえポンコツ。じゃあな。よし、俺はお家に帰るぜ。いねえよな。よし、嘘だろ、バレちゃった。でもそこのドアさ、板が打ち付けてあるからまだ開かないんじゃないかな。あ、開くっちゃ開くけど、あ、ほら、クローバー持ってくる。これもいらん、ポイッと。クローバーか、あ、あとあれか、アックス、アックスだ。これじゃねえ、さっきのとこ、こっちか。斧、斧を持ってこよう。あいつで、打ち付けてある板をぶっ壊すんだ。斧は、どこに行ったかな？どっかで落としてきたよな。確か一番奥。あ、あ、あ、お、なにこれ？ What? 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 あ、嘘！落とし穴！おい！お前が、うんこだ。パンツ見えてんぞ。しまっちゃった。あ、これ終わった？死んだ？閉じ込められて。なるほど。ちょっと待てよ。嘘だろこれ。嘘だろ。あぶね。隠れる。あぶね。あぶねあぶね。斧どっここに落としたかな。あ、あったわ、これか。よし、戻ろう。これでいけんじゃねえか。オッケーオッケーオッケー、オッケークリアかな。終わった。はあ、いやー、これバグ多いよね。バグかな。いや、俺が操作方法を知らんかっただけか。はい、というわけでした。頑張れば、まあ数分で終わりそうな内容でしたが、まあまあ、そんな感じで。そんじゃあ今回はキリがいいから、ここら辺までにしときましょうか。最後に、高評価、忘れずによろしくお願いします。コメントはすべて目を通しておりますので、ご自由にどうぞ。ご意見ご要望は、ツイッターまでどうぞ。それじゃ、また。